はい、こんにちは、ペース。中継ぎ強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、本田選手、球種がリアタイム向きではない。第11位、浜地選手、持ってる球種は面白いので、今後の能力アップにかなり期待。第10位、藤島選手、超大ピンチ持ってるので、純正にはかなりおすすめ。第9位、森脇選手、ナックルカーブ、フォークの変化量大きく、大会で結構強いので、純正にはおすすめ。第8位、津森選手、ナチュラルシュート、ツーシームの組み合わせでワンポイントでは強そう。第7位、東条選手、スラカットの変化量大きいので、大会ではかなり強い。第6位吉田選手、ツーシームスプリット持っているので無難に使いやすい。第5位エスコバー選手、球速が速くツーシーム D を持っているので純正には必須級。第4位ソン・チャーホー選手、ツーシーム C プラスチェンジアップの変化量大きいので結構強い。第3位矢崎選手、ツーシームスプリット、スプリットの変化量大きいのでかなり強い。第2位田口選手、球種が全体的にリアタイム級、さらに超大ピンチ持っているのでかなり使いやすい。第1位今村選手、球種が全体的にリアタイム級なのでかなり使いやすい。